元日、地元四日市市の神社で勝負の1年をスタートさせたのがレスリングの藤波朱理選手。すでに出場が決まっているパリオリンピックで金メダルが期待されている20歳です。中はちょっとまだ見てません。せーの、ほらお母さん一番の大吉でございます。これ大吉、ほらお父さんも大吉じゃん。朱理さんも末吉、小賀賞。全ては今年にかかってると思うので、今年をいい1年にすることしか考えてないです。そして昨日、母校いなべ総合学園高校で早速初練習。幼い頃から新年最初のレスリングはこの場所で行っています。現在公式戦130連勝中、最強20歳を作り上げた原点ともいえるマットでおよそ2時間汗を流しました。今の自分にとっては夢の舞台っていうより、本当に自分が金メダル獲得してたくさんの人に恩返しする場所だと思っているので、もう本当にこれ以上ないっていうぐらいの準備をしてオリンピックに挑みたいな。2024年、色紙にしたためた目標はもちろんパリで金っていう目標です。ここに全てが詰まってます。多くの人でにぎわう伊勢市のおかげ横丁。おかげ横丁やっぱり人多いんで、はい、なかなか来れないですね、はい、なんで逆に久々に来れてなんかこう新鮮だなっていう気持ちは、はい、あります。地元の名所で英気を養うのは伊勢市出身バドミントンの西本健太選手。いや、美味しい、美味しいです、めちゃくちゃ、はい、今まで食べたみたらしの中で一番美味しいです。4月末に代表が確定するパリの選考レースでは現在日本人ランク2位、出場圏内につけています。バドミントン人生全てを捧げて笑顔で金メダルを取りたいなという気持ちをここに書かせていただきました。今年の目標は笑顔で金、メロメロ。新年が明けましておめでとうございます。そんなんでいいよ。地元の友人たちと初詣に来た岐阜県羽島市出身アーチェリーの斉藤文也選手、19歳。去年初めての世界選手権で団体銅メダルを獲得し、パリオリンピックの代表に内定しています。お参りに訪れたのは勝負の神様を祀る各務原市の手力尾神社。何をお願いしましたか？言いません。え、言わない方が願い叶うんじゃない？オリンピックのこととかは？いや、そんな言わない、言いません。願い事はどうしても教えてくれなかった斉藤選手、それでも今年の抱負は答えてくれました。せーの、オリンピックメダルゲット。メダルの色はやっぱり、ここに額縁のあるようにやっぱり金色でゲットだぜ。新年2日目から初練習に臨んだ岐阜出身競泳の今井月選手。去年は6年ぶりに日本代表に選ばれ国際大会で活躍。今年はパリオリンピック代表を目指し3月の選考会に向け年始から泳ぎ込みました。自信を持って3月の選考会に臨みたいというふうに思うので、勝ち癖をしっかりつけて3月に臨めたらなと思います。そんな今井選手の新年の抱負は覚醒です、まあ、タイムもそうですし見てる人がパッて分かるぐらい、もう1段も2段も覚醒できたらなっていうふうに思います。え、覚醒したいですよ、だってしたことないから。でも20分台出してほしいな。あ、もうそれは覚醒ですね、本当に、うん、行きましょう。はい、負けたくないですね、頑張ります。